駆け抜けるぞ。この気配、茶の間の方からか。用心するに越したことがないが。残念だったな、信長。お前はこの義達様がぶっ倒す。どうつながりだ。ようやく元凶のお出ましか。祝宴を台無しにした報い受けてもらうぞ。勝利条件変更。お前のようなうつけに卑怯はやるねえ。この美濃の力とっとと立ち去れ。貴重を言い訳に使うな。俺が目障りならば王道殺しに来い。義達様、ただいま加勢いたします。増援か。一刻も早く義達様を止めれば。つけやがるなよ、うつけ。俺はお前を決して認めねえ。よし、ここまで来ればなんとかなろう。光秀、助力感謝する。感謝など、むしろ比例を詫びさせてほしい。斎藤家中の者として恥じるばかりだ。戻るか、光秀。共に尾張に来てもよいのだぞ。主家に背いては帰りづらかろう。いや、この身一つで逃げ出しては残された一族や家臣が咎めを受ける。それにこたびの不始末は道山様が自ら指図したわけではない。堂々と帰るまでだ。姫様、晴れやかなはずの腰入れがこのような次第となり申し訳ありません。義達に伝えておきなさい。本当のうつけはあなただって。この状況に眉一つ動かさぬとは、さすが我が妻だ。ではな、光秀、いずれまた会うこともあろう。信長殿、どうぞ達者で。先の不祥事、義達の指図であったことは明白。道山殿がそれを知らぬ道理はねえと思いますがね。やはり斎藤家など信ずるに至る相手とは思えない。そのこと、兄上はどうお考えなのか。心配しなくても信長様はちゃんと考えてるってと思うぜ。どうだかな、信長様も油断してと美濃から来た奥方に寝首をかかれるんじゃねえのか。勝家、それは言い過ぎだ。言葉を慎め。すみません、失言でしたな。
なあ、いらっしゃい。またのお越しを。今日はいかがなさいますか。またいつでもどうぞ。成立により斎藤道三という大きな後ろ盾を得た信長は尾張国内の統一を着々と推し進めていた。そんな中、三河を挟んで膠着状態にあった今川家が信長の本拠に近い村木の地に砦を築いたとの報が入る。今川家の動きを警戒する信長はこれ以上の侵攻を阻止すべく村木砦への攻撃を決断。斎藤家に援軍を求め出陣の準備を急ぐ織田勢の中には信長を支えようと奮起する徳川家康の姿もあった。村木砦の戦い。村木攻めが不服か、信行。尾張一国も穏やかならぬこの時期に今川を攻めるなど時期尚早に過ぎましょう。それに斎藤家に援軍を頼んだところで、信ずるに足りぬと。信行は父を信用していないのね。手をこまねいているうちに義元は次の一手を打ってくる。後手に回ればもはや勝つ術はなくなるだろう。織田が滅べば次に義元に脅かされるのは美濃だ。それが分からぬ親父殿ではあるまい。話は終わりだ。機長は美濃への使いを急げ。信行、援軍の来着次第すぐに攻めるぞ。は、承知しました。行くか。この乱世、私に何ができる。
長殿。光秀、息災のようだな。援軍はお前たちだけか。いえ、義達様もすでに着陣しておりまする。我らはその名代としてご挨拶に伺った次第で、あるか。義達が俺のために働くとは思えんが、明智勢は頼りにさせてもらうぞ。な、先日の非礼を償うには不足だろうが、力を尽くして戦わせてもらおう。いよいよ今川との戦か。半蔵、平八、我々は勝てるだろうか。さて、比嘉の兵力差を踏まえれば、美濃兵を加えたところで勝敗は四分六分。四分もありゃ十分だろう。俺がいるんだ、臆することねえぞ、竹千代。おい、信長様はもう動いたぞ。俺もすぐに出る、お前らも急げ。いつの間に出遅れるなど部門の恥だ。みんな行くぞ。私は南から今川本陣を目指すぞ。くらっとけ。これより先には進ませる。面白い。止められるもんなら止めてみやがれ。鉄道隊は順調に進んでいるようだ。俺たちもこの勢いのまま進むぞ。勢いを抑えきれぬ。救援攻。終わりのうつけはあそこか。俺、きつく灸を据えてやるとし。あれは義元が自ら出張ってきたのか。おじさま、お待ちしておりましたわ。勝利条件変更。に突破されようとは不覚。恐れ入ったか。さあ、とっとと先に進もうぜ。開門。ほんと生意気。来るなら来たらいいわ。逃げも隠れもしないわよ。開門。うぬが信長か。勝てもせぬ戦を起こすとは評判通りのうつけぶりよの。お前が義元だな。人を見下すその態度、評判通りのうぬぼれやらしい。誤ったか。ほらよ。安心しておったか。あんた、今川を敵に回してただで済むとは思っていないでしょうね。ただで済まぬのは覚悟の上。参ります。雑魚ども邪魔すんじゃねえ。よっていくぜ。見覚えのある姫さんだな。あんた、前に俺たちに負けてなかったか。黙りなさい。
私を愚弄すると、おじさまが黙ってはいないわよ。吉本様に続け、織田勢を蹴散らすのだ。吉本の出馬で今川が勢いづいている。無念だが聞くほかあるまい。はいそう。長生きね。でもおじさまには絶対にかなわないんだから。開門。待ってろ信長様、すぐに火星に行くぞ。ちょっ、うん、うん、控えよ、ゲロ。余は東海の覇者。いずれは天下の覇者にもなろう。力なき者は力ある者に従うが。道理。それが分からぬほどのうつけならば、この左文字に切られるがよい。これ以上の戦は厳しいようだ。次は必ず勝つ。全軍撤退しろ。勝利条件変更。開門。たやすく逃げられると思うでないわ。今川本陣から迂回して逃れるほかないか。信長め、火星に来てやったというのに尻尾を巻いて逃げ出すのか。情けねえ。やはり無謀だったのだ。戻ったら兄上をいさめなくてはな。敵将撃ち取ったぜ。ここは引くほかあるまい。ここで撃たれるのだ。平門。よしもため、俺がここを通るように仕向けたのはこういうわけか。行くぞ、織田勢を踏みつぶせ。安心しておったか。無礼者めが、ウヌのごとき虫けらが世を倒せるはずもないわ。決まっていくぜ。
子ども邪魔すんじゃねえ。長くのも大概にせよ。決まっていくぜ。くらっとけ。良きに計らえ。開門。吉本様が退却なされただと、何故。今川勢の強さは侮れません。どうかご油断なきよう。願おうか。やまま、引くに引けぬわ。敵将、撃ったぎったいだぞ。耐えきれ、引かせてもらう。なんと素晴らしき戦果よ。総大将苦戦、至急救援を。助かったぞ。これで退却できそうだ。開門。この七、いかに達するべきか。総大将苦戦、至急救援を。
窮地いかに脱するか。のまたざは天下無双よ。邪魔すんじゃねえ。北回りで進んでるはずだ。俺たちは南から今川本陣を目指すぞ。さあ、くらっとけ。これより先には進ませぬ。面白い。止められるもんなら止めてみやがれ。鉄道隊は順調に進んでいるようだ。俺たちもこの勢いのまま進むぞ。勢いを抑えきれぬ。戦救援艦腕っぷしだけは大したもんだ。もう
まりのうつけはあそこか。ほれ、きつく球を据えてやるとし。あれは吉本が自ら出張ってきたのか。おじさま、お待ちしておりましたわ。勝利条件変更。敵に突破されようとは深く恐れ入ったか。さあ、とっとと先に進もうぜ。開門。くらっとけ。ほんと生意気。来るなら来たらいいわ。逃げも隠れもしないわよ。開門。ほらよ。ウヌが信長か。勝てもせぬ戦を起こすとは評判通りのうつけぶりをも。お前が吉本だな。人を見下すその態度、評判通りのうぬぼれやらしい。見覚えのある姫さんだな。あんた前に俺たちに負けてなかったか。黙りなさい。私を愚弄するとおじさまが黙ってはいないわよ。安心しておったか。あんた今川を敵に回してただで済むとは思っていないでしょうね。ただで済むのは覚悟の上。まぎます。吉本様に続け。織田勢を蹴散らすのだ。吉本の出馬で今川が勢いづいている。無念だが聞くほかあるまい。はいよ。生意気ね。でもおじさまには絶対にかなわないんだから。開門。待ってろ信長様、すぐに火星に行くぞ。控えよ、ゲロ。世は東海の覇者。いずれは天下の覇者にもなろう。力なき者は力ある者に従うが道理。それが分からぬほどのうつけならば、この左文字に斬られるがよい。これ以上の戦は厳しいようだ。次は必ず勝つ。全軍撤退しろ。勝利条件変更。開門。早速逃げられると思うでないわ。今川本陣から迂回して逃れるほかないか。決まっていくぜ。信長め、火星に来てやったというのに尻尾を巻いて逃げ出すのが情けねえ。やはり無謀だったのだ。戻ったら兄上をいさめなくてはな。信長、お主はここで撃たれるのだ。よしのため、俺がここを通るように仕向けたのはこういうわけか。行くぞ。織田勢を踏みつぶせ。
きれん。引かせてもらう。ずいぶん張り切っているようね。開門。よし、これで退路が開けたぞ。織田の者どもを追い詰めよ。くらっとけ。またも敵の増援か。さすがは吉本、ここまで用意周到とは。決まって走れ。敵に追いつかれるな。今川は確かに強いが、だからこそ倒しがいがある。負け戦でも信長殿は望みを捨てぬどころか闘志を新たにしている。強い個人だ。こっち。今川勢の強さは侮れません。どうかご油断なきよう。邪魔すんじゃねえ。敵将撃った切っといたぞ。耐えきれん。引かせてもらう。あなたの存在心強いな。じけない。敵将、ぶった切っといたぞ。ここは引こうかあるまい。お見事と申し上げておきましょう。急ぎ敵の退路を立て、尾張のゲストも生かして返すな。うぬら、この地から逃げられると思うな。まだ邪魔立てするか。夜は明いた。皆の者、あとは良きに計らえ。なっとけ。取りで奪わせはせんぞ。信長様、ご無事ですか。敵将、ぶった切っといたぞ。引かせていただこう。喜ばしい活躍ぶりだ。はっ。邪魔すんじゃねえ。
兄上、この家康がお守りいたします。家康、何をしている。戦は終わりだ。今川勢から離れろ。いえ、私はここで敵を食い止めます。その間に兄上お逃げください。なんとか戦場を脱したが、味方の被害も甚大のようだ。これが今川義元の強さ。いずれ必ずその上を行ってやる。敗北条件変更。決まっていくぜ。またざは天下無双よ。行くぜ。
邪魔すんじゃねえ。邪魔すんじゃねえ。邪魔すんじゃねえ。
急がず着実に。勘にならぬ。生きた。Hey!
見切った。これで少しはお役に立てたはず。逃がしはせぬ、覚悟せよ。兄上、家康殿が今川勢に囚われたそうですね。ああ、だが今川が三河を取るには家康が必要だ。悪いようにはされまい。だとしても家康さんはきっと苦しむことになる。兄様と一緒に戦いたかったはずだもの。やはりまだ戦を起こすべきではなかったのです。まずは足元を固め、辛抱強く力を蓄えなくては。それを吉本が待ってくれると思うのか。俺は座して滅びを待つなどごめんだ。兄上の言うことは正しい。だがこのようなやり方では織田家はいずれ。ったく、とんだ無駄骨だったな。お前ら引き上げるぞ。信長殿、無事でよかった。被害は甚大だ。無事とは言えん。その言葉を聞き安心した。味方が傷ついているのに平然としているような将は信ずるに値しないからな。慰めにもならん言葉だが、助力感謝する。親父殿に伝えてくれ。次は必ず信長が勝つと。受けたまわった。ではまたいずれ。美濃からでございます。